はい、こんばんは、こんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。お隣の宮崎県では、野球の WBC が非常に盛り上がっております。こちらの鹿児島でも昨日から第49回鹿児島県ちびっこソフトボール大会一般の部が開催されました。出場チームが141チームと非常に多くのチームが参加して優勝を目指す大会でございます。私も昨日グラウンドに行かせていただきまして、子供たちの元気にグラウンドを走り回るソフトボールをしている姿を見て元気をもらったところでございます。この49回続いている大会ですが、関係各位の皆さんが頑張っていただいて大会が開催されていると思っております。ただ唯一3年前の46回コロナのおかげで中止になりました。私もその時スポーツ少年の指導もさせていただいてたんですが、その子供たちにかける言葉が見つからなかったっていう記憶をしております。今回無事に49回の大会が開催中なんですが、残り2日間大会が無事終わることをお祈りしております。はい、それでは今日の、動画の本題話をさせていただければなと思います。今日は、DM でいただいてて長くアップでちょっとできなかったところなんですけど、ボールの握り方、話し方、そこについて動画を撮っていこうかなと思っております。ぜひよければ最後までご覧ください。どうぞ。はい、それではボールの握り方、話し方、お話しさせていただければなと思います。私今日は3号ボール見えるかな、3号ボール、3号ボールですね、を使って話をさせていただきます。今回 DM をいただいた方は多分成人の方かなと思うんですけど、これ成人の方も、子供の方っていうところでもちょっとお話ができればなと思っております。ただこれ3号ボールなので、もし少年団の話をするときに2号というところでお話ちょっとさせていただきますね。じゃあまずボールの握りですね。5本指ありますよね。親指、人差し指、中指、お姉さん指、小指で、どこを5本指の時には力を入れたらいいのかっていうところで握り方って変わってくると思います。まず親指ではない、小指でもない、であとは人差し指、中指のお姉さん指っていうところに引っかかってくると思うんですけど、私が考えるところではこの2本指が引っかかる。で最終的には私ちょっと中指が長いので、中指が最後引っかかってここに豆が見えないよね、見えますかね、豆ができてるんですけど、そこに当てて投げるっていう、当てて投げる、最後押すっていうところなんです。でその時に握り方っていうので縫い目があります。縫い目に対してライン、こういう形ですかね、こういう三角形
この二等辺鎖、こことここと、こことここっていう二等辺三角形で握っていただきたいなと思っております。この親指がどっちか言うたらこっちに行ったらちょっと投げづらいですよね。でまた親指がこの下の方に入って、ここら辺に入ったとしても多分投げづらいので、しっかりと二等辺三角形を作って握り方は握ってください。でこれ、社会人ではこれができると思うんですけど、今度は子供たち、これ2号ボールという形でやるんですけど、2号ボールの時はこういう5本指で握ってください。でその時にも考えられるのは、ラインにしっかりとかけてください。指をですね、指をしっかりかけてください。これが社会人の握るときは3本指、少年団、手がちっちゃい方たちが見るのは5本指っていうところの握り方にしていただければなと思います。ボールの離し方、ボールの離し方でこの前、前回ブラッシングの話をさせていただいてるんですけど、ボールの離し方について、解説していきます。で本来であればハイスピードカメラで撮ってボールの押す形が見れればいいんですけど、機材がないので私がハイスピードになった感じでボールを押していければなと思います。後ろから前に来るっていうのを、手が後ろ、ボールが前、このブラッシングですね、ここに当たってブラッシングに 前腕と大腿部が当たって接触してボールが離すっていうところなんですけど、このなった時にボールの潰し方、っていうところではちょっと高めのところでやりますけど、こういう潰す、ボールを前に当たって潰すで、こういう潰す、こういう離し方が私は、やっております。これストレートで、回転は皆さんから見たらジャイロかな、こういう回っていく回転が、かかっていく、と思ってます。でもう一つの離し方、ストレートですね、全部ね、こういう形に来て、ここでこの離し方、これでボールを離す、これで離す。でこれピールっていうドロップ系で投げ方で、まあどちらかというと回転としてはこういう回転でキャッチャーの方に、こういう回転で落ちていきます。なのでこの2つ、上からやったらこういう潰し方と、こういう潰し方やってみてください。それではまた。